はいはい、明るい表通りでっていうちょっとやってみて。お待たせいたしました。はい、出して さあ歩こう、輝くこの道を、軽やかな足音を響かせて歩けば、何かが待ってる、輝くこの道で、暗い夜にも違う。ちょっと今日変わった楽器持ってて、あのこの前カリンバだったんですけど、はい、今日は今日はカヤンバっていう非常で違いで全然形が違う。これはケニアのスンバ村っていうところで作られてるカヤンバってですね、あの中に種が入ってて、さらにここに板が張ってありまして、おおすごい、おかっこいい。左手ババナマヨ、左手ババナマヨ、カズヤくんばいないもんや。左手ババナマヨ、左手ババナマヨ、左手ババナマヨ、カズヤくんばいないもんや。左手ババナマヨ、アフリカのリズム出したいときに、あのおかん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 、やかんとかやかんやかん、できるね。ちょっとどうぞ。あのセルさんとありがとうございます。はい、あの
基本ができてないでダメですね。この前、1年前に出会って、ワークショップで出会ったんですけど、大西正也さんっていうアフリカの音楽やってる人、ケニア行って習ってる人が現地でこれを調達して、一つ3500円でワークショップ受けると、で今シンダリチャババナマーヨ、シンダリチャババナマーヨ、カズヤクミバイナイマニャ、シンダリチャババナマーヨっていう歌なんですけど、シンダリチャババナマーヨ、シンダリチャっていうのは手放さないっていう、でお父さんお母さん私は手放しませんっていう、それを伝統のことを言ってたりするみたいな、文化とかお先祖様とかで、カズヤクインバイナイモニャシンダリチャババナマヨ、カズヤクインバイナイモニャっていうのは歌うことにはとても意味があるんですよっていう、歌う仕事には意味があるんですよっていうことらしいです。でもう一曲覚えたのがあって、ラバウエっていう歌なんですけど、なんか同じようなリズムで、ラバウエラバウエヘーラブダズバラバラウエラバウエラバウエヘーラブダズバラバラウエナルダルダディラヤクミニンドディランドベラバウエラバウエディアリキナマトロウエラバウエラバウエヘーラブダズバラバウエラバウエラバウエヘラブダズベラバウエラバウエラバウエヘラブダズベラバウエラベラベラディラヤクミミンドディラゴベマヨベラバウエディアニクナマトロウエラベラベラディラヤクミミンドディラゴベマヨベラバウエディアニクナマトロウエラバウエラバウエヘラブダズベラバウエラバウエラバウエヘラブダズベラバウエ。ついこの前習ったばっかりでまだ恥ずかしいですけど、はい、なかなかない楽器だと思う。